リコタイガです。皆さんこんにちは。さてと、今日は2023年の初動画ということで、私の大好きな話をしたいと思います。海外のオタクと一般人のボーダーライン、チャ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 。コロナのせいで海外でもアニメや漫画とポップカルチャーが一気に人気になり、昔はこれを 見たらオタクってよく言われましたが、今現実だとこれオタクではないでしょって一気に変えて、誰でもアニメが見れるようになりました。では海外ではオタクと言われるのはどのボーダーラインになるのでしょうか。ゆりこたえがのジャッジメント。 You are real タク or you are not。これはね、私はマジでヤバいオタクの方なので、本当日本人も知られてない作品がいっぱいありましたので、マネージャーさんと相談すると、やはりもうちょっとメジャーの方のアニメを選んでみました。だからこれはこれオタクじゃないんでしょう、それは知ってるんだよ。でも誰でもね、みんながわかるためのリストを作ってみました。レベル1、チェンソーマン。チェンソーマンか。この前ルッカーコミックス動画覚えてましたか。少年が1回だけ帰って、3年の後にイタリアのコスプレイベントに参加させていただきましたんですが、その時に文化ショック、それだった、チェンソーマンだった。14歳とか13歳の普通の女の子たちがチェンソーマン好き、今日はなんでマキマのコスプレしましたか、マキマン先輩が好きだからみたいな感じで、みんなチェンソーマンが知ってるか。チェンソーマンね、今一番売れられてる漫画と言われますよ、日本でも。で、海外にもネットフリックスのナンバーワンアニメになりましたんですが、やっぱり今チェンソーマンが好きでも全然オタクではないって個人的に思います。レベル2、鬼滅の刃。鬼滅か、それはのでしょう。鬼滅の刃は大人気だったんですけど、鬼滅の刃のプロモーションもされてるの、やり方とか、やっぱりその子供向けとかバイオレンスがあっても誰でも好きになれる作品として認めてるので、あんまりオタクとしてではありません。そこに初めて鬼滅の刃を見て、あ、ジャパニーズイズグッドとか、あ、漢字は何の意味なのでしょうかってなってる人がいると思うので、そこからオタクなる可能性がちっちゃくあるなんですけど、鬼滅の刃はまあやっぱり一般人でも見れるアニメだと思います。レベル3、呪術廻戦。それでも No, 呪術廻戦。呪術廻戦 is good, but it's not for real. Thank you. そうだね、呪術廻戦は、私も呪術廻戦好きだったんですけど、それでもね、やっぱり全然オタクではないと思う。ほんと誰でも見れるストーリーだし、スムーズですよね。なんか、特に女性に大人気のアニメだと思います。だからその呪術廻戦昔みたいなアニメがいっぱいあった思い出もあるし、まあ見ても面白いなんですけど、自分から新しいは感じはあんまりしなかったなので、まあ今の高校生とか、ほんと普通の高校、山の中の高校とかに行っても、呪術廻戦見る、あ、見る見るってすごいよねってな感じの話普通にするから、別にオタクとか言われないんですよね。レベル4、ナルト。ナルト、ジュン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 。No! Oh my god, no! Oh, you like Naruto? Oh my god, you're so geek! これは多分15年前、10年前ぐらいに多分言われてたかもしれないなんですけど、今忍者大人気なんですよ。おばあちゃんとかも今誰でも忍者のことは知ってるし、やっぱりナルトってかぶったりとか、まあなんて言えばいいんだろう、鬼滅の刃の前のジェネレーションのアニメですよね。でもそれでもやっぱり一般の方のアニメと言われます。レベル5、スパイファミリー。ナンバー5、スパイファミリー、
It's ねえねえ、アーニャピーナッツが好きって言っても全然オタクではない。誰でも知ってる、アーニャがピーナッツが好きよね、ピーナッツ好きよね。それはそうだよ、ピーナッツスパイファミリー大好きなんですけど、オタクではない。レベル6、君の名は。君の全然でオタクじゃない、どうすればいいのよ。全然オタクではない。ユーネームは素晴らしい作品で、もう映画館で行った時にもめっちゃ泣いたなんですけど、正直全然オタクじゃない人たちが多かったんです。やっぱりそんなに監督さんがすごく有名で、まあ本当にユーネームからその監督さん他の作品を見ると、あ、もしかしてオタクかもしれないんだけど、ユーネームだけを見ると全然オタクではないと思う。どっちかっていうと、もう映画としてしか見ないんですね。外国人からを見ると、ユーネームは確かにアニメなんですけど、別にアニメってな感じはあんまりしないです。ユーネームはね、やっぱりディズニーと同じぐらいなんですよ。だからそうですよね、ギブリとかディズニーすごい近い存在のアニメーションだから、一般。レベル7、僕のヒーローアカデミア。僕のヒーローアカデミアは本当普通ね。昔バットマンとかマーベルが見てたアニメの子供たちと同じレベルだと思う作品ですね。僕のヒーローアカデミアは日本にあんまり人気がなかったみたいなんですけど、海外だと超人気アニメ、誰でも知ってる、子供までも知ってる、ほんと一気にパーティーになってびっくりしましたんですよね。レベル8、進撃の巨人。刺激の巨人はコロナ中にみんな見てた。もう本当に、初めて、本当刺激の巨人ワンシーズン始まったのは確かに2012年ぐらいなんですけど、一番プレビューだったのは去年だったんです。去年でなんでこんなに1、10年前の作品がこんなに人気になるの、ネットフリックスで。やはりコロナで、刺激の巨人も、巨人は、ものすごくちょっと怖いな感じですよね。なんていうか、海外のホーラーみたいに近い感じはしました。海外では刺激の巨人の一番人気のキャラクターは誰だと思いますか？レバイルです。そうなんでってすげえ思うなんですけど、私はね、日本だけだったと思ってたんですけど、そうでもない、海外にもレバイルが大人気キャラだったんですよ。なんでなんだろうね。でもレバイルが好きじゃない女の子がいないんです、海外だと。だから、あ、俺ちょっと身長が低いんだけどどうすればいいの、海外にモテないのか、そんなことない、レイビーみたいになったら、その悪い目であったら絶対かっこよくナンパができるのでおすすめです。あと寝ないでクマをクマを作ってください。レベル9、東京グール。これはね、これ難しいんですよね。東京グールなんですけど、ちょっとギリギリノーなんですよね。なぜというと、東京グールもチェーンソーマンと同じ感じなんです。そのホーラーとかちょっとバイオレンスチーがいっぱい見るのアニメなんですけど、高校生とかにも大人気の作品なんですよね。レベル10、東京リベンジャーズ。これで殺されるかもしれないなんですけど、私から見るとノーなんです。日本のオタクと海外のオタクはちょっとの違いがあるんですよね。で、東京リベンジャーズは海外よりは日本の方が人気なんです。海外だとただのヤンキーのアニメで終わっちゃうなんですけど、
日本だとやっぱりそのビエールとか不女子とかのファンダム、あのファンの方はものすごく多いです。どちらかというとこのアニメは完全に女の子向けしかないぐらいなんですよ。男が東京リベンジャーズ好きとかあんまりそこまで聞いたことはないんですよね。なぜかわからないなんですけど、レベル11エヴァンゲリオン。ずーザウンコクの天使のテーゼ、イエスイエスなんですよね。これは日本の大きな違いがあるんですよ。やはり日本だとエヴァンゲリオンが好きって言えるとすごい一般人として見られるなんですけど、昔の作品じゃないでしょうか。エヴァンゲリオンはもう好きっていう瞬間にこいつマジヤバいオタクだねっての周りに話されました。なぜというとエヴァンゲリオンの終わり方がわからない、最後の映画まではエヴァンゲリオン何のストーリーなの、どうやって説明すればいいの、エヴァンゲリオンどんなアニメなの、主人公が自分のお父さんが嫌いで大きなロボットに登って、でも最初の戦いはできないで突然の二人のめちゃ美少女が現れるというのストーリーでいいかなって、あとは世界が終わってるんですね。ってな感じになったんですよね。これアンジェルとか、イタリアとかそのエヴァンジェリスト教会の文化も入ってたから、もうマジでよくわからない説明だったんですよね。よくわからないなんですけど、海外と、日本の違いはグッズがないんです。そのグッズとかあんまりその PR とかはしてなかったからこそ、エヴァンゲリオンが知ってるんだったらもう結構自分の頭の中でこれどういう意味、エンジェルは何の意味とか、教会とかレリジョンとかもいろ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 飾って考えることはもう完全にオタクだったんですよね。どちらかでも研究者になるんですよ。もうエヴァンゲリオン好きだったら海外だともう研究者の同じぐらいはやばいレベルなんですよね。なかなかエヴァンゲリオンのファンと全然話せないんですよ。でも基本的には日本は誰でも見たことあるぐらいの作品なんです。だから海外だと Yes、 日本だと No です。レベル12広角機動隊。ドゥルルン Yes Why Yes Ghost in the Shell。 お父さん大好きだった作品です。それのせいで自分もオタクになってしまいました。お父さんは自分がオタクじゃないって勝手に思ってたんですけど、私から見るとめちゃめちゃクソダメ人間のオタクだったわからないところがものすごく多いなんですけど、やはりゴースティン・ド・シェルが好きということはサイバーパンク、そのテクノロジーとかその、エヴァンゲリオンに近い感じですよね。すごいいろんなものをリサーチしたりとか、その これの別の意味とかあるとか、アートの世界までに入ってくるの作品だと思います。はい、ここから全部オタクのリストになるなんですけど、ここからの作品は結構やばい作品としてと思われるので、もしかして海外に行ったらこの作品が好きなんですって言わない方がいいかもしれないんです。これは結構やばいオタクしか知らない作品なんですけど、一応メジャーのリストとして入れたかったなので、みんな大体わかるようにアニメだけに入れました。はい、私だけのリストだったらものすごくやばくて YouTube からバンされちゃうんですね。レベル13ソードアートオンライン。イエーイ、個人的にはね、私イエスと思ってなかったなんですけど、レベル14ブルーロック。イエーイ、シーイカルチョービバイカルチョ。ブルーロックはね、なんでブルーロックはオタクなのって思われるかもしれないなんですけど、キャピタン翼と違うんです。キャピタン翼はメジャーで一般のアニメだと思われることが多いなんですけど、ブルーロックが特に好きな女の子は多いです。それは東京リベンジャーズと同じ感じの腐女子とかビエルが好きな方も多いと思うんですけど、
それ以外は作家のオタクもイタリアに普通にいるから、それでなんかあのミックスになってるんですよね。だからオタクとしてイエスと言います。レベル15、リゼロから始める異世界生活。リゼロがどこまでメジャーでも、でもリゼロが好きだったらちょっとイエスだかなと思います。特に海外だね。なぜリゼロじゃオタクなの？まあやっぱりスタイル的にメイド服とかエルフとか、その RPG スワードオンラインちょっとに似てるんだけど、やっぱりそのファンサービスはやはりオタクが好きなところがいっぱいなんです。レベル16、ポプテピピック。ファッキューこれジンスもうビープになってる、ファッキューってな感じになってるんですね。もう一時期ねみんなこうしてたの、人気悪いアニメですよね。悪いアニメなんですけど、ポップエピックチームは海外にも大人気なんです。でもポッペピポッポッペピポッポッペポッポッペピピなんて日本語言えない、ポッポッペピピックポロッペピピック。 Well、ポップエピックチームは、理解できるのはオタクしかいないと思う。そのコメディのやり方はね、これ言っていいのか分かんないんだけど、2チャンネルが好きな方に近いだと思いますね。だからあーちょっとダークネスインターネットがよく見る人間だと思います。ポーペペティも本当やっぱり可愛い、あの外から可愛いに見えるなんですけど、コメディのやり方スケッチ、そのネタは結構オタクじゃないと本当理解できないヤバいの作品だと思いますので、好きだったら結構オタクだし、そういうコメディはちょっと特殊んじゃないかなって、特に海外だと思います。レベル17、ガールズ&パンツァー。イエース！やっぱりガルパンはね、ほんとザオタクの文化だと思います。いい意味ですね。 あのガルパンが好きということは、まあ、戦争の時代はよく知ってる人間、その後はそのパンサーのことをオタク、まあ車とも同じに近いなんですよね。正直ガルパンかインシャル D にすごい迷ってたんですけど、車はねまだ一般の方でも好きな方が多いんですけど、パンサーが好きな人はあこいつマジでやばいんですね。あの特に例えばアンチョビに乗ってるパンサーはイタリアの戦争の時に使ってたパンサーとか、何のシリーズかとか、いつ使ったとか、何の戦争で使ったのか、もうそれだけはものすごく詳しい方じゃないと理解が全くはできないし、あとはそのやっぱり可愛いんですよね。キャラッパ可愛いです。でもその可愛いらしいさはねやばい。ここからオタクのトップ3になります。レベル50、機動戦士ガンダム。はい、クリスマスプレゼントファンからいただきましたの素晴らしいプレゼントは一つはこちらです。いやーガンダム初めて、もう初人生のグンプラですよね。もうグンプラの世界に入ってしまうときっと戻らないんですよね。あの日本だとガンダムが好きってもしかして普通のレベルなんですけど、海外だとグンプラの文化がないから、海外はガンダムが好きな人ほんと少ないから、やはりこれが好きになるともうやばいやつなんです。私やばいやつなんです。レベル99、ラブライブ。特にアメリカとかヨーロッパもそうなんですけど、アイドルの文化はないです。そのアイドルのオタクもすっごく少ないから、なかなかね理解しにくい世界だと思います。レベル1000、鈴宮ハルシリーズ。ねえ今日私正直にほんとツンデレのこと理解ができないんだけど、鈴宮ハルシだったら人生やり直して。ということで
今回もオタクの話はしました。皆さんはどうと思いましたか？意外でしたか？海外に人気アニメ、本当オタクは何のアニメが見るだと思いますか？ぜひコメントにお待ちしてます。で、あの YouTube だと海外の文化とかの話は、の動画は多くだったり、 B ブロックもたまに撮ったりとかもするんですけど、本当オタクだったらぜひ Twitter とファンチャーのファンクラブの方にぜひフォローしてください。あと最近写真集とかも出してますので、まあやっぱりそういう15番から好きに、なってる、その作品好きになってる人たちがいたら、ぜひ私の、作品もチェックしてみてください。よろしくお願いします。あんぷん、バイバイ。東の彼方の不思議の国に来て